はようございます。地元河川の氷が落ちまして、ようやく春のアメマス釣りができるようになりました。ちょっと起きたばっかりなんで、今朝の5時半。まあ初フィッシュってわけじゃないんですけど、この間仕事の帰りに30分ぐらい釣りはもうすでにしてるんですけど、本格的に来るのは今日が初めてです。今日は地元 B 川の河口付近来ています。氷が落ちて2日3日経ったのかな。コンディションはどうでしょう。この間2日前に来た時はすごい川が濁っていたんですけど、あれから2日経ってるんで、どうですかね。先日はもうちょっと上で釣りをしたんで、河口に来るのが今日が初めてです。この辺でやってみます。よし、やってみますか。ルアーはね、ルアーは HOMAC で買ったミノ70シンカーです。これ結構実績あります。毎年これで釣ってます。ただ今日釣れるかどうかは分かりません。ダイッといきます。ここはもうフルキャスト。この川はあんまり飛んでないけど、ちょっと濁ってるかな。でもこのぐらいだったら大丈夫だと思います。当たりは来ません。潮はね、今日中潮の今下げ潮かな。河口なんでね、潮の影響はあると思います。若干風があって寒いです。気温は1度ぐらいかな。投げて巻いての繰り返しになります。初フィッシュ、いよいよシーズンが始まったんですけど、当たり一つも来ない。若干濁ってるんで、ちょっと
魚にアピールしないと見えないと思うから、スプーンにしますか。明るい、これ微妙なんだな。最初は疑心暗鬼になるんだよね。このルーはダメなんじゃないかなとか。でも魚がいてもね、どんなルアーでも来ると思うんだけど、ここのアメマスはそんなシビアに考えなくても、こんなピンクのルアーにスプーンにしてみます。安心してください、ゴミはちゃんと持ち帰りますんで。ゴミを釣り場に置いてったり、そんな愚かなことはしません。あ、若干鼻水が出ます。鼻水が止まらん。さあ、派手なルアーです。息子がこの世に置いていった。ケースケ使わせてもらいます。あんまら飛ぶ。そこ取って、めっちゃ飛ぶわ。人が来たみたいなので少し奥に行きます。Summer, don't act like a bummer. Gotta move it through the night time.